しぶりですね。こんばんは。あ、目が疲れた。課題やってました、うん、初です。ありがとうございます。こんばんは。課題めっちゃギリだったわ今回。13時59分までだったけどさっき出しました。明日もねちょっとあれがあるから長くはできないんですけど、いやゲマトス2位になっちゃったんですけど、まあでも本当にあのアンバサダーになりたいので皆さんあのぜひ投票まだな方はよろしくお願いします。ゲマトス、あとちょっと頭回ってないんです今。うん、今日何日？あと2月からしかない。あと4日あるんですけど、4日間山田さんの皆さんぜひ投票よろしくお願いします。惑星ループでイナちゃん気になって、嬉しい、ありがとうございます。惑星ループ本当にたくさん見ていただけて嬉しいです。ありがとうございます。いやなかなかね配信もあとね、でもね課題もね月曜日と火曜日までの提出だけで終わるので、ちょっとあと2つ何かなので頑張ります。お話し会も受付中です。ちょっと本当になかなか投稿とかもやってないんですけど、そうですね、もうたくさんねやることあのたくさんのことがいろいろ始まりすぎてて、今日の10時からナンバトル J の方の投票も開始始まってて、だからナンバトルも徐々に始まってきててすごいワクワクと、ちょっともうねどう大丈夫かなっていう不安とかもすごくあるんですけど、あのお話し会が自分の想像していた以上にたくさんあの満員がソルトアウトしてるところもあって、すごいなんか嬉しいってなりました。ありがとうございます。ちょっとね元気もなんかちょっとどころかもいっぱい元気というかパワーもらえて嬉しいです。なんか嬉しい、体壊さないように気をつけて、ありがとう。そうありがとう。疲れてるっていうかね、ちょっと最近本当にずっとパソコンと見てて、あのなかなかねなんかぼーっとしちゃうんですよね。分かる方、多分デスクワークとかされてる方は分かるかもしれないんですけど、私ね多分ねブルーライトそんな得意じゃないんです。だからねちょっと頭の回転遅くなった気分です。でもあと2つなのでちょっとね今 YouTube とかなかなか見れてなくて、ドラマとか見れてないんですけど、あのドラマは今期見てないな。ブルーライトカットね一応ね持ってるんですけど、コンタクトの時はあれなんです。ホットアイマスクすればいいのか。なるほど、家にまだあるから使おう。でもそう惑星ループもあとちょっとで3万回達成するので、
めっちゃ嬉しい。思ってた以上にたくさんの方に見てもらえてて嬉しいです。なので目標は今4万回を目指してます。たくさん見てください。嬉しい、頑張れ、ありがとうございます。はい、こじりんさんの YouTube の方で対談の方も上がっているのでぜひそちらも見てください。あの対談では嘘は言ってないなって自分でも思ってるというか、まあ私あんま嘘はそんなつかない方だと思うんですけど、はい、ぜひ見ていただけたら嬉しいです。さっきヤスクセルフ見てインスタライブ始まった、嬉しい。 TikTok ね、なかなかちょっとコロナもあって、あと自分自身もすごく SNS の投稿が今ちょっと手に、なんだろうなかなかね、もう時間が追われていてなかなか SNS もうまく投稿できてないんですけど、ちょっとゲマトスの投票期間中にもう一つぐらいリールぐらいでも、リールが一番作りやすくて、リールだけでも投稿できたらいいなと思います。あなたに会いたいなって気持ちがループループする。バトル1だと焼肉連れてあげる、それは私が皆さんのことを連れていきます。本当に漆黒の知恵さんもしっかり衣装を借りてきました。まだこの前の漆黒の知恵さんのやつ洗ってないんですよね。絶対あの汗めっちゃかいてるから早く洗わなきゃいけないんですけど、ゲマトス頑張ります。アンバサダーになりたい。でもたくさんね、私の友達も、友達の友達に言っとくわとか言ってくれててめちゃめちゃ嬉しいです。だからたくさんファンの皆さんもなんか友達に、友達の携帯とか家族の携帯で投票しましたとか言ってくださっててなんかすごいもう愛を感じました。本当にありがとうございます。わ、すごく埃が舞ってきた。アンバサダーはお店の紹介とかを多分メインにすると思うんですけど、私にとってのアンバサダーはなんだろうな、一回動画、ゲマトスさんの方で動画投稿一回させていただいたんですけど、あんな感じでお店の良さをなんか紹介できたらなって思ってます。なんかあのなんて言うんだろうな、お店徒歩何分とか、何なんか食べたものの詳しい情報とか、食レポをメインですね。うん、まだまだなんですけど食レポは。無理しないでね、ありがとう。本当に最近なんかそうやって言ってくださる方が多くてすごく嬉しい。投票するためにコミュ力上げた。嬉しい。そう、関東でも関西でもゲマトス今回上位2位になったら CM も出れるんですよ。だからすごい嬉しいことが待ってるんです。私にとっては国家試験か、体調だけ崩さないでくださいね。ありがとうございます。最近本当にグルメ行けてないんですよね。この前のハッシュタグはまたリピートで行かせていただいたんですけど、なかなか保存ばっかで行けてなくて、で行けてないうちに胃袋がちっちゃくなりました。あんま食べなくなっちゃったね。本当に体調はね、皆さんも今は、まあ、それが一番ですからね。綺麗になったら嬉しい。綺麗かな、綺麗ってあんま言われることないんですよ。あ、髪の毛綺麗にしたからかな、髪の毛ちょっと切りました今日。分かんないと思うけど3センチしか切ってないから。
そうだよね、対談動画ないと、うん、ありがとうございます。まだまだ足りない言葉足らずな部分もたくさんあったと思うんですけど、ネックレスはお母さんにねもらったんです。あんまシルバーつけないんですけど、痩せたかどうかはねあんま分かんないんですよ、体重の計乗ってないんですよね。ナンバトル期間中に痩せれたらいいなって、なんか一回痩せますみたいなことやろうかなと思ったんだけど、いや私絶対痩せるよりグルメメインになったら無理だなと思って。大人っぽくなった、本当嬉しいですね。かわいいかわいいかわいい、嬉しい嬉しい嬉しい。いやいや本当に手洗いうがい、この前初めて公演でファンになりました。嬉しいです、ありがとうございます。公演はすごいね、私の中では一番ね自分らしくいれる場所だと、自分らしく表現できる場所だと思ってるので、それで好きになってもらえたら嬉しいです。本当にちっさんいる、嘘ちっさん元気ちっさん元気ですか、気づかんかった。リップはね今日私もゲットしたんですけど、宮脇さくらさんのプロデュースのリップです。これロフト限定なんかな、4番なんですよね、プラザとか限定かも。ちょっとテラコッタオレンジなんで、ちょっとテラコッタ系です。なんかあれです、ティントですね結構、うん、公演もね皆さんが万全でたくさん見に来れる状態で、早くちょっと今の状況収まってほしいですね。4番、でも全種類持ってます。これ一番も好きです。リップモンスター欲しいね。リップモンスター私もめっちゃ気になったんですよね。そう、私もねちょっと今日早く寝ないと、明日の振り起こしまだできてない課題ずっとやってたから、今からやんなきゃ。一番と四番使ってます。メモメモ、でもやっぱロムアンドやっぱいいなって思いますね。ロムアンド今10番と7番メインで使ってます。ラビちゃんのファンになれてよかった、嬉しい、そうやって言ってもらえた、本当にありがとう。いやいや皆さんもね、皆さんも毎日頑張ってるじゃないですか、生きてるだけで頑張ってますよ。そうやってね頑張ってるって言ってもらえるほど頑張れてるかわからないんですけど、ありがとうございますって言ってもらえて。でもこのあと2つが終わったら、課題終わったら、出口は春休みだから頑張ります。頑張っとるだけど、テスト期間頑張れ、ファイティンファイティン。久しぶり、元気かい、いやーうんそうそうって感じですね。はい、でも最近おすすめはリップ、ロムアンドずっと使ってるんだよな。結局ね一周回ってロムアンド使ってる。あとはまだマスクしてるからな、マットリップ系とかもかな。アイシャドウはあ、指原さんのプロデュースのリリミューのオレンジは定番ですね。毎日メイクどれですかって言われたらそれするか。
いやー今回は落胆してそうだな私も。すごいモバメ、あ、モバイルメールからも投票できるので皆さんぜひモバイルメールも登録していただければ、久しぶりに、久しぶりじゃない私のことを登録してくれたら嬉しいなって思います。結構本音を書いてるので、ミラコいる、ミラコミラコ、今日は25時からリピート放送です、チャンレディもうまめ、今日も朝からすごく重い、昨日のね YouTube のことについてたくさん自分の気持ちを朝昼間から長文で送らさせていただきました本当に皆さんにはね、ね今のタイミングで送ってくるなよって思われるかもしれないんですけどみんなには嘘つきたくないからね。みなこずっとハートしてるのめっちゃ可愛いやん何それリピート放送もぜひ聞いてください。あと私ジャンレディで2週に1回自分の NNB じゃない曲をかけ、48グループじゃない曲をかけてるんですけど、それも最近めちゃめちゃ発掘してるんですよめっちゃいい曲を、だからすごい自分のプレイリストの中から選んでて、めっちゃお気に入りの曲ばっか選んでるので、でそこまでなんだろう、めっちゃランキングに載ってるようなアーティストさんとかじゃなくて、もう本当に個人的にめちゃめちゃ声が好きとか歌詞が好きとかメロディーが好きとかで選んでるので、私の曲プレイなんかそれもちょっと注目してほしいなと思います。選曲というか、セカオのダイアリーね、世界の終わりさんのダイアリー新曲なんですけど、もう冬にぴったりの曲です、めちゃめちゃいいですよ。そう、なんかあんまりおすすめの曲とかはなんだろう、恥ずかしくて言えないっていうか、だからリールとかで使う曲はね、なるべく引っかかりやすいように、なんかみんなが使ってるようなランキング有名な曲とかを選ぶようにはしてるんですけど、でも今日も収録してきたんですけど、ラジオ今日もね、皆さんが知ってるかな知らないかなっていう私の大好きなメロディーが特に好きな曲をかけてきたので、そう今日ポニーテールだった、そうポニーテールに言わされて大好きなんですよ。あれめちゃめちゃ男性の方はすごく理解というか、うん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 ってなる歌詞なんじゃないかなってめっちゃ思うんですよね。そうおすすめ曲とかなかなかストーリー載せないんですけど、私今自分のアップルミュージックの最近聞いてるやつ3時間ぐらいあります合計合わせてそう IB カラーおすすめです、よく聞いてます。サウシーも私聞いてたな。そうポニーテールに癒されてはね、なんかね歌詞の表現の仕方が大好きなんですよ。なんだろうな、まあ本当に聞いてみてください。宿毛矯正してないんですよ、なんなら3ヶ月前ぐらいパーマ当ててたんですよ。だから髪の毛がねやばいんですけど、今日はトリートメント当ててめっちゃ綺麗になりました。ポニーテール覗いた？でしょでしょ？皆さんポニーテール好きですか？どういう系が多い？私基本バラードしか聞かないんですよね。もうなんか見た目からしてバラード聞かなさそうなんですけどバラードしか聞かないんですよね、ほとんど。うん、タイトルだけでもいいかね、先生。おー、まあね、たまーにモバメとかに載せようかな。ポニーテールとか、ポニーテールに揺らされてはめちゃめちゃいいですよ。あとね、夏のねサビのね歌詞でね、
夏の大三角っていうね歌詞が出てくるんですけど、夏の大三角を歌詞に入れてくるのかっていう私の謎の、あの、いいポイント、その曲のおーっていうポイントです。プレイリスト、あとは何聞くかな、シンデレラボーイ歌ってる方の曲、新曲とかも聴きます。あと、うん、あ、この前リールでも使ったんですけど、ドラマストアさんとかも聴くし、ゆなみこのままずっと歌ってないで、他のアイドルは聞かないですね。私アイドルは何も聞かないです。アイドルを耳で聞くなら YouTube 見たい人なんですよね。なんか歌ってるところの方が見たくて、だからアイドルだったら NNP しか聞かないです。緑黄色社会、あ、なんかそう聞いてみたいんだよな。アニソンはたまにですかね、あのコミさんはコミショーですのシンデレラとかもめっちゃテンション上がるかな。基本でもアップテンポっていうよりはバラード聞くことが多いかな。音楽聞くときって基本リフレッシュしたいときに聞くんで、私メタルしか聞かない。おお、かっこいいですね。それはそれでいいね。ちゃんでも登録しました。あ、今登録してくれたんですか、めっちゃ嬉しい。オンライン撮ってみて嬉しい、ありがとう。嬉しいね。最近よく聴く曲、あ、最近よく聴く曲は今日もラジオでかけました流しました今日。だから言うか迷っちゃうわ そう、谷すうきさんって合ってるかな読み方。おかえりって曲いいですね。みんなもおすすめの曲教えてください。バラードが好きです。私は寝る前とかに聴く曲が好きなので。自分が生まれる前の曲とか聴く、え、どうなんだろう、聞いてるのかな言わないで、まだ全然聞いて。そうだね、聞か、じゃあ言わない。何聞いてるだろう。マカロニ鉛筆、まあ確かに惑星ループもすね、踊ってみたをきっかけにすごい聞くようになった。え、アイビーからの夏の終わりめっちゃ好きなんです私今見てテンション上がっちゃった。そう、アイビー、え、めっちゃわかる、めっちゃ皆さん聞いてください、めっちゃいい曲だからいや、めっちゃテンション上がっちゃったうん、あと冬の後書きもめっちゃいいですよ。それはメイクさんにおすすめしました。私がメイク中に流してて、え、何そのイントロめっちゃいいじゃんって言われておすすめしました。パウちゃん、もうちょっと待ってキツネさん卒業、そうだね、内勤、あ、今日ツイッター上げてたな。でもあの写真どっちがいいって聞いてきましたあの人パウちゃん、ばあ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 ちゃん、え、ばあちゃん、ばあちゃん、え、開けるの？気づけ
変わっちゃった、ほんとだ。もうやばい、寝なきゃじゃん。寝なきゃっていうか、ちょっと明日の、ちょっとやばい、覚えなきゃ。タオル、ちょ、ママに開けてもらって。無視っていうか、ドア開けたら、まあ、いいか。一回、よし。ちょ、ズボンが、部屋着なのがバレる。よいしょ。お話し会、私結構すぐお話し会覚えますよ。すぐ覚えちゃう。ういはい、はい、来ました。なんでそんな、最近ね可愛いんですよパル。ずっとねママの部屋ベッドで寝てたんですけど、ママの部屋のベッドで寝てたんだけど、最近ねねのねベッドで寝るようになったんだよね。ねえパルちゃん、ういふん、会いたいよ、すべて忘れて。もう眠いですかパルちゃん。最近ねパル可愛いってきてるよ。思ってたよりでかい。そうなんですよ、見てください、でかいでしょ。しっかりデブってます。かわいいです。今日も今日とてパルです。あでもそうです、パルです。でかなりました、ほらでかなりました。マジででかなった。今日散歩行ったん、見てくださいね。ポッ、あ、繰り返し言えるんですよ。ポッできました。ポポポポ、可愛いな。えらい。パル大きくなりましたね。モフモフです。モフモフちゃんです。何さっきまであんな吠えてたのに、こんな静かになった。怖い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 よ。じゃあパルちゃんも言って、こうやってお話し書いて来てくださいって。パルは家で待ってますが、皆さんぜひ今のね、おおおおすすめは、でも26日ありがたいことに全日完売してて、ありがとうございます。満員でも今回の第3次で、欲を言えば満員計画達成したいっていう気持ちはすごくあります。でも放課後デートとか制服着ちゃったり、ストリートも結構いい感じになったりするはず。それ反転しちゃうんだよね。そうだよね。あとアニマルデーとかはカチューシャとか私服やけど、そういうウサギっぽい服にしたいなとか思ってます。まあやっぱりあとはあのコスプレとかはおすすめですね。はい、もうねリクエストはねもう皆さんからもらいただいたやつをもらったんですけど、私どこ完売で、いっぱい語ろうの回は次のシングルまで時間が空いちゃうかもしれないんで、8部はまだ空いてるので、皆さんといっぱい喋りたいなとか思ってたりします。セリフで言います、もちろんもちろん。今の応募は2月と3月のものです。もう私はカレンダーにお話し書いて書きましたよ皆さん。これちゃんと見せてるやつかな。なので皆さんにとってのなんか楽しみになったらいいなと思いますね。そう、マシンガントークでもちろんします。お話し会、まあ、ゲットしてくださった枚数にもよるんですけど、
枚数が多いほどいっぱいお話できます。なので皆さんぜひ、漆黒のチェイサーはありがたいことに満員になりました。でもし追加の部数があったとして、漆黒のチェイサーもう一回やってほしいって言っていただけたら、追加部数の時にやりたいなっていうのは私は思ってます。バレンタイン、あ、そうか、バレンタイン終わり、いやもうバレンタインだって。今年も誰にも、なんかこの去年はファンの皆さんとお話し会がある機会があったからチョコレート作っていったけど、よし、皆さんのおかげでちょっと元気出ました。だから今から振りでも覚えますね。久々に話したいね、嬉しい。お話から緊張しなくていいよ、いっぱい喋ろう。なんか友達感覚で喋りたい。リアルお話し会もね、ついに、まあこのご時世なんで無理はしないでいただきたいんですけど、皆さんと会えるのはじめ、なんか嬉しいですね。2年ぶりぐらいかな、まあ、劇場では会ってるからね。なったって美味しい、懐かしいよね。ポの会議をだってパリちゃんもう眠いな、ポポもう動かなくなってきた。何も考えずにいていたよ。19は放課後デート気分、あ、もちろんです。3月19の6部と7部は放課後デートなんですけど、久しぶりに制服着ちゃおうかなって思ってます。だから放課後デート一緒にしましょう。ドライブデートってどんな感じなんだ。私ドライブデートなんかやったことないから、ドライブデートはラフ着とかの方がいいのかな、ちゃっかりした方がいいのかな、ちょっとわかんないんですけど、まあ自分らしく考えよう。おうちデートはあのパジャマ系ですね。ちょっと可愛い系のパジャマにするか、ちょっと大人っぽいパジャマにするかは皆さんのお楽しみですね。ちょっと大人っぽいパジャマにしようかな、迷ってます。いつもモフモフだから。かわいい、パルおとなしく、そうなんですよ。私の膝に来たらすぐおとなしくなるんですよ。私の膝で寝るんで、この子いつもだからトイレ行きたいときトイレ行けないんですよ。幼稚園児も3月20日の5部と6部で2部するので、幼稚園児本当にもうそろそろしなくなるんで見に来てください。さすがにも今回で終わるか終わらないかなんで、さすがにね、もう20歳だしね、2回目なんで幼稚園児は、いつ見れるかって感じなので。うさぎちゃんでバニーガールになろうかな、今考えちゃったけど。3月13日のうさぎちゃんデーはバニーガールになろうかななんて今考えちゃいました。どうですか。カビゴンもいるよ、3月21日に。一生幼稚園児希望、マジで永遠の3歳児。トレイルバナナはレナと一緒に描いたやつ。バニーガールになっちゃおうかな、うさぎちゃんデーだから。なんかアニマルデーはワンワンはなんか茶色い系の守りたくなるような女の子で、耳をつけようかなと思ってて、うさぎちゃんデーはバニーガールにしようかなって思ってて、で目は羊です、真っ白になります。でニャーはちょっとツンデレ系のかっこいい猫になりたいなって思ってます。そんな感じかな。カビゴンはちょっとまたハジンさんって言われちゃうかもしれないんですけど、本当に私の方がカビゴンなんで、そこはちょっとハジンさんに引いていただいて、はい。ラビゴンも出現させていただきます。なので皆さんぜひ来てください。よし、そろそろお風呂入らなきゃ。
いろんな私に会いに来てください。 J も投票期間中なので、あとはゲマトス、まずはもうゲマトスをアンバサダーになれるように頑張りたいので、皆さんぜひ投票よろしくお願いします。本当にここは本当に逃したくないです、ゲマトスのアンバサダーなので。 CM も出たいので、本当に本当に皆さん力を貸してくださってることは本当にすごく感じてて、めちゃめちゃ幸せ者だなって改めて思っていて、めちゃめちゃ幸せです。でもあと4日踏ん張りたいなと思ってるので、皆さんよろしくお願いします。拡散を、私ももっと拡散友達にします。はい、それでは1日限定だけで残しとこうかな、夜にしちゃったし、だから、まあ、1日限定になるかもしれないんですけど、アーカイブに残したいと思います。ではおやすみなさい、バイバーイ。